皆さんこんにちは、まちかどレモンです。今日は以前にもちらっと告知していたんですが、9月の生活費を公開しながら私の家計簿の書き方を徹底解説していきたいと思います。5月に出したこの動画がすごく反響があって、たくさんコメントや質問をいただきました。ありがとうございます。公開した時はこんなに多くの人に見てもらえるとは思っていなくて、説明が不十分だった点もあったので、改めてきちんと解説したいと思い、この動画を作成しました。解説するにあたって実際の私の家計簿を公開しているんですが、支出のみの公開になるので、その点はあらかじめご了承ください。ただ家計簿の書き方の時には収入の書き方もダミーの数字できちんと説明しているので、しっかり理解できる内容かと思います。前置きが長くなってしまったんですが、今回の動画の内容としては、1、9月の家計簿を公開、2、私の家計簿の書き方の基本、3、クレジットカードの書き方、4、コメントでいただいた質問に答えるという流れで進めていきます。それでは早速始めていきます。まず私の先月の家計簿をお見せしたいと思います。こんな感じでした。全部実際の数字なんですが、トータルの支出は185,424円でした。ちなみに年金とか税金はまとめて払い済みの状態なので、ここの支出には含まれていなく、特に大きなイベントや出費がなければだいたい18-20万くらいで収まるかなって感じです。特にはっきりと毎月予算が決まっているわけではないので、自由な感じではあります。見てた通り書いていることはとても少なくて、個人的にはこのカラーリングがとても気に入っています。よくインスタとかでも参考にしてますという DM とかメンションとかつけてくださる方も多くて、本当に嬉しいです。では早速書き方のおさらいをしていきましょう。まず大前提として、この家計簿は支出を把握することを目的としています。項目分けまでしたいという方にはこちらの動画で解説しているので見てみてください。今回ご紹介する方法はとにかくシンプルで楽な手書き家計簿をつけたいという方に向いているかなと思います。まずカラーのペンを2本用意します。現金もしくはペイ払いの時はグレー、クレジットカード払いの時は黄色という風に色分けをします。このカラーは特に決まりはないし、カラーを使わずマーク違いで区別してもいいかなと思います。ちなみに私は無印のマンスリーノートを使っているんですが、こちらも特に指定はないので、皆さんがお持ちのものでやっていただければなと思います。あとは毎日夜とかに少し時間をとって1日の合計支出をこんな感じで記入していきます。カードを使った日は2段になるといった感じです。週末のみ日曜の欄の中央を点線で区切って、この下枠にこの1週間の合計支出を記入します。これを1ヶ月間続けて、月の終わりに週の合計を足して月全体の支出を把握するというやり方です。今回は収入の部分がダミーになってしまうんですが、ここに収入を書いて、最後に収入引く支出を記入し、1ヶ月のプラスマイナスを把握します。あとはこの空欄の部分に目標だったり振り返りを書くのもおすすめです。ところどころ括弧になっているんですが、ちょっとお金を多く使った日とかは、後で見返した時に何のお金だったんだろうってなりたくなかったので、ざっくりメモ書き程度に残すようにしています。例えば1日の支出がいろいろ複数あって、その主な理由となるものをここには書くようにしています。ここまでが以前の書き方で説明したことのまとめです。次にクレジットカードの引き落としの書き方について補足していきます。まずは私がやっているかなりズボラな方法です。27日とかが多いですかね。その時に引かれた金額をそのまま黄色のマーカーで記入しちゃいます。言ってしまったらカードなので、これは本来先月分の支出にはなるんですが、私はだいたい毎月のカードでの支払いがさほど変動がないので、
今月使ったカードの支出と先月分の支出を黄色一色で統一しちゃっています。よくよく考えるとこの色分けの意味とはなっちゃうんですが、まあ私はこれでしっくりきているのでこうやって家計簿を続けています。今月と先月の支出を正確に分けたいという方は次のやり方を参考にしてみてください。この引き落とし日があった時の支出を黄色ではなく別のマーカーの色で記入してメモ程度に残しておきます。ただ例えばサブスクなど毎月一定額のものをカードで支払っている場合は毎月勝手に引かれていくお金だと思うのでそれは忘れず記入しておいてください。家賃なども同様でカードだったら黄色でマークをする必要があるし現金引き落としであればグレーで記入します。合計を足す時にはこの青のカラーの部分を除けば純粋に黄色のマークが今月使ったカードの支出額なので分かりやすいかなと思います。どちらのやり方にしてもこれが正解というのはないと思うので皆さんがやりやすいやり方で取り組んでもらえたらなと思います。最後に前回いただいた質問で答えられていなかったものをいくつかピックアップしてお答えしたいと思います。収入は当月分か先月分どっちを書くのがおすすめですか？私は先月分を記入するようにしています。フリーランスで働いているので月末でバラバラとお給料が振り込まれるんですが9月末に振り込まれたものをまとめて10月の収入の欄に書いています。ポイント支払いの場合はどうしていますか？私はポイントで支払った時はここには記入していなくてもし書くとしたらこちらもまた別のカラーを使って記入するといいんじゃないかなと思っています。これを支出に含める含めないはそれぞれの考え方だと思うのでやりやすい方法で試してみてください。お釣り間違いで財布の現金と合わない時が稀にあるんですが町レモさんはないですか？という話だったんですが、まあ、お釣り間違いとか、まあ、原因はいろいろあると思うんですけど誤差は毎月全然あります。今回のこの家計簿は何回もお伝えしている通りある程度支出が把握できていれば OK としているものなのでその辺はあまり気にしないようにしています。続いてレシートは捨てますか？という質問なんですが家計簿を書くまでは全て取っておいて記入したら捨てています。ただ領収書とか仕事で使ったものは全て保管するようにしています。毎月赤字になってしまいます。赤字からの家計簿の書き方などはありますか？支出を把握するという意味ではこの書き方も十分効果はあると思うんですがまずは固定費を見直してみるのがいいのかなと思います。特にスマホ代とネット代は私も半年ほど前に見直してトータル7000円くらいは安くなりました。あとはよほどじゃない限りローンも組まないようにしています。いかに固定費を削減できるかがポイントになってくるような気がするのでこの辺の動画も参考にしていただけるんじゃないかなと思うのでぜひチェックしてみてください。自分のやり方が絶対正しいとかも全然思っていないんですがかなり面倒くさがり屋の私でも続く方法はないかなと考えていたらこの方法にたどり着きました。今回お話しした内容が現時点での私の全てだと思っていてあとは本当に皆さんそれぞれのライフスタイルに合った家計簿の書き方を見つけていただけたらなと思います。あくまで一つの提案としてこの書き方をご紹介させていただきました。皆さんの家計の手助けになればこの動画を出した甲斐もあります。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。